カイベです。バイダンです。バイダンチャンネルでーす。ラジャーベース。というわけで、はい、今回は、宅飲み企画ですかね。違うでしょ。この座り方ってこと。違うよ、ベロベロになって。嫌いな先輩の話するわけじゃないのよ。なんでそこまで想像してるの。何今回なんかいつもと違いますよ。今回がですね、うん、はい。フェイフェイが教えるディズニードローイングクラスです。なるほどね。というわけでございまして、はいはいはい、まあディズニードローイングクラスっていうのがあるんですよっての先日の動画でお話ししたんですけども、はい、まあ、お絵描き教室ですよね、はい、でその、まあ、ディズニードローイングクラスっていうのがもちろんディズニーキャラクターの絵を描くんですけども、うん、鉛筆一本で消しゴムを使わずにキャラクターを描いていくんですよっていうコンセプトなんですよ、うん、 そうね、それを、まあ、僕も受講していたのもあるので、はい、まあ、バイダーにも一緒にチャレンジしてもらおうと。じゃあまあいわゆるドローイングクラスで習ったフェイフェイから教えてもらうってことだね、はい、だから、まあのれん分けみたいなもんか。そうですそうです、二郎系ですね、はい、うん、野郎ラーメンやらせてもらおうかなとということですよね、ということでございまして、まあもちろん僕の画力もね当時のキャストさんほどのものではないと思うんですけども、まあ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 、まあまあ分かんないとかあったら聞いてもらいながら、うん、はい、そう書いていこうかなと。分かりました。ということでございまして。よっしゃ、何書くの今回は。ということで、一発目は、やっぱり、ミッキーマウスを。うわ、やっぱりだー、そうということでございまして。ミッキーだと思ったらやっぱりだった。これミッキーってさ、よくたまにあるじゃない、書いてみようと思って書いてみること。うん。で、正面からのミッキー、なかなか難しいじゃないですか。正面って難しいわ。やっぱ難しいからこそやっぱ書けるとやっぱおーってなるでしょ。なるほど、そうなるなるなる、はい、で今回は正面ミッキーにオッケー、わかりました。チャレンジしていきますので、正面ミッキーね、はい、うん、鉛筆一本で、はい、でちなみにこの鉛筆当時使っていたドローイングクラスのこのやつですからね、はい、あ、本当だ、はい、こんなこともできるようになりました。まあけど前もお前こうやってやってましたからね。偉いです、偉いです。ということでございまして、この鉛筆を使いながらチャレンジしていきましょう。わ、はい、かりました。ということで早速スタートでございます。ディズニードローイングクラスレッツスタート。全部出たけど外に。ここら辺でやんな。そういうのできないね、まだね。そうなんです、ちょっと難しい。こっち回してくださいね。はい、さあ早速まず一番最初にですね、気持ち大きめに丸を薄めに書いてみます。これ僕同時進行で書いてっていいんですね。はい、はい、薄めに、薄めに丸を、薄めに丸を書いて、はい、書いていきます。これが、まあ、ミッキーのこの一番最初の輪郭となるわけですよね。はい、はい、書きました、薄めに。はい、でこれを綺麗に十字でこう薄く線を入れていきます。はい先生、はい、これはもうあのバランスよく十字で大丈夫ですか。はい、もう綺麗な十字でいいです。はい、その気持ち下目とかじゃなくてまっすぐ十字で大丈夫です。はい、書けました。こんな感じで書いてます。はい、でこれが基本的なこのバランスの元となる、はい、はい、十字となっていきますので、これを基本に書いていくんですけども、なるほど、まず一番最初にこの十字の下のところが頂上になるように、はい、こんな感じで楕円形を描いていきます。先生こんな感じじゃわかりません。こっちに向けて言ってるから。いや僕も生徒なんで、こうすりゃいいじゃん、目線を左に。僕も生徒なので分かってますよ。楕円ですか、楕円ですか、こんな感じ。あ、卵が横になってる楕円形ですね、はいはい、楕円形をって言ってくれればいいのに、はい、大きさ的にこの横線描いた5分の1よりちょっとちっちゃいぐらいの大きさをイメージしながら楕円を描いていきます。でこの楕円の頂上がこの十字のクロス位置とちょっとぴったり合うような感じ。先生、はい、描けました。わかりました、わかりました。それは言わなくていいですよ、従順な生徒なんでね。はい、はい、態度のところは A ですね、はい、はい、理解力が C なだけです。はい、今のところ、はい、A の方がいいんですか。バカだな。こういうやつがね、そのバナナはおやつに入るんですかの質問を生み出してるんですよ。聞かずに持っていきます。聞けや、あらかじめ。さあそして、はい、円が描けたところで、その上にその立体感を出すためにこの弧を描いていきます。はい、こんな感じですね、はい、なるほど、はいはいはい、まあ上半分を覆うような感じですよね。はい、はい、はいはい、描けました。描いていきます。はい、はい、で、そうしますとまずお花がほぼ完成ということですので、おー、はい、花かこれ。続いての部分がこの半分、横にまっすぐ描いたこの半分の部分あるじゃないですか、うん、これの半分の3分の1ぐらいにちょこっと印をつけてもらいます。半分の、あ、そういうことですね、はい、3分の1ぐらい、外側よりってことですね。外側よりの3分の1、ここら辺かな、じゃあ、はい、こう3分の1だからここら辺かな、はい、はい、で、ここをこう通過するようにしてミッキーのこの頬をこうやって描いていきます。通過するように、あー、なるほどね、はい、
そっから始まるんだ。これはあれですか、その最初に書いた丸よりも外出ますか。外に出てもいいです。なるほど、はい、こうやってミッキーが笑ってるようにこう書いてもらうと。あ、じゃあ、まあ、ハートみたいな形ってことですね。そうですね、はい、はいはいはい、こんな感じかな。じゃあ、あ、ちょっと俺最初の丸結構横長になっちゃったんだな。でそれでもまあ上からどん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 書き足していってもらえばね。なるほどね。あ、オッケーオッケー、書けた。はいはい。でこれの次が、うん、はい、下に書いた線がありますよね。十字のこの下に書いた線、はいはい、この線のほぼ真ん中あたりを通過するように関して、うん、関して、うん、こう通過するように、うん、こう描いていきます、うん、口ってことかな。口を描いていきますね。次はミキが大きく笑ってるこの笑顔を、はいはい、可愛く描いてあげましょう。で横のところにこうピッピッと、うん、この切れ目線をこう入れてあげるとよりミッキーがこう笑ってるのがエクボみたいなやつですね。そうですそうです、うん、はいはいはい、はい、でこれ、ね、でさらに口を描き足していくんですけど、うん、これはもう自由でいいです。こっからこう下にこう笑っている笑顔のミッキーを描いてあげましょう。なんか久しぶりに俺真面目に絵描いてるわ。まあ、バイダも割とね画力ある方だからね。いやいや、そんな、ね、まあまあその好きではありますけど、はい、はいはい。そしてでこの中にこう舌をピッピッとこう入れてあげると、こうミッキーの舌が、ミッキーの舌って、あ、はい、山2個か、山2個書いていきます、うん、はい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 、オッケーオッケー、はい、でこれでミッキーのほぼ舌半分が完成しました。確かに、はい。でここから次は上のこの半分の線、うんうん、これの、6分の1ぐらいのところから。むずっ !6 分の 1? このあたりですね、大体。あ、結構てっぺん寄りだね。はい。はい、で、このあたりからミッキーのこの上のこの、うん、あ、はいはいはい、お顔の部分を完成させていくので、うん、こっから上のミッキーの丸を通過して、うん、さっきの3分の1のところにつなげていきます。で、これは、一番最初に書いた丸とかを超えても全然大丈夫です。なるほど。そういうことね。はい。こんな感じかな。はいはい、はい、でこれでだいぶミッキーに近づいてきたと思うんですけど、もうここで終わってもミッキーですからね、これね。まあまあまあ、そのエシリートリとかだったらねミッキーで分かりますか。分かればいいです。3秒で書いてください、はい、書けますから、ここまで。でここで一番最初に書いた薄い丸がありますよね、うん、あ、ある。でこの部分をつなげていきます。はあ、なるほど。先生、この薄い丸から出ちゃってる場合も、うん、そのまま丸を重ねる感じで大丈夫ですか。はい、ですのでちょっとこう盛り上がる部分とかがあるんですけども、うん、よりこうミッキーの立体感というかが出てきますので、なるほど、はい、なるほどね。ほう、よし、はい、できましたかね。多分できました、はい、次はお目目を描いていきます。あ、お目目大事よ。お目目、これ、はい、お目目があるじゃないですか。これだって時期によっては目の形違うって聞きますよ、ミッキー。そのね、アニメーションのね、制作時期によってね、その黒丸から、うん、その真ん中がくの字にへっこんでるんですけども、割とオーソドックスなこう白の中にこう黒いお目目がある、うん、今回はミッキーっていうものを描いていきたいと思いますので、はい、この一番最初に鼻に描いた上のこの線があるじゃないですか、うん、ここの線の上のところからミッキーのお目目を、だいたい上半分の3分の2ぐらい、3分の2よりちょっとちっちゃいぐらい、にょきんとこう長細くこう描いて、うん、あ、ちょっとじゃあ斜めに出るんだ。ちょっと斜めにね、にょきっと出る感じですね。なるほどね。うわ、難しいね。で目がね、やっぱりね、一番難しいんですよ。いや、目難しいわ、はい、で絵のあるあるですけどね、目を描く直前まではむちゃくちゃうまい、今回すげえ上手に描けた。そうよ。で黒目を入れた瞬間にんってなるっていうのね、ありがちなんですけども、だからちょっと気合い入れなきゃダメですね、はいはいはい、で先にこの眉毛の部分をこう、うん、ミキが笑ってる眉毛をこう描き足してあげる。あ、はい、眉毛ね、はい、俺いつもミッキーこう描くとき変だなって思うんですけど、眉毛あんのか。眉毛あるんですよ、実は。 あるわ、はい、でさあ、そしてお目目でございます、うん、このお目目がですね、このお目目のさらにこの3分の1ぐらいの大きさのところにこう内側にこう笑っている感じの黒目をこう入れてあげるっていう、うん、より目より、より目よりですね、はい。あ、より目なんだ、ミッキーって。こんなもんか、じゃあこんなもんか。ちょっとより目すぎたか、まあいっか、とりあえずね、とりあえずね、お試しだから、はい、今回は。さあ、そして顔がほぼ完成したところで、うんうん、はい、黒く塗りつぶしていく前に先にお耳を描いていきます。はい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 。でこのお耳っていうのが、うん、まあ大体この
90度ずつに分けられているじゃないですか、うんうん、このちょうど真ん中あたり45度ぐらいってことかな、45度ぐらいの位置のところに気持ち大きめにミッキーの耳を描いていく、気持ち大きめなんだ、はい、でこれこそあの薄い円を重ねていく感じで大きさとかをこう作っていくと、よりお耳の大きさっていうものが左右対称になりやすいですね。ほう、うわなるほどね。うわなるほどね、はい、かけてきました。でこっから先は黒く塗りつぶしていく作業なんですけども、はいはいはい、一番最初の鼻のところから、うん、でできる人はここあたりにちょっと光沢とかを入れてあげるとよりミッキーのお鼻の感じが綺麗に出てくるかなと思いますので。光沢、何言ってる光沢って、そのね、その丸いね、その水たまりみたいなものを作って、なるほどね、はい、はい、でさらにはこの、お顔のこの外側の部分ですね、うん、部分とかも黒くどんどん塗りつぶしていくと、で一緒にねお耳とかも黒く塗りつぶしていきましょう。はいはい、わミッキーだわ。今にも喋りそうですよ。いいですね、いい生徒ですね。今にも喋り出しそうです。はいはい、耳もね。でそしてお口の中の下の部分をちょっと濃いめの黒で塗ってあげて。はい、あ濃いめがいいんだ。はい。でその下以外の部分を薄く黒でこう塗ってあげるって。なるほど、だから鉛筆だけだからね。はい、鉛筆だけなので。この濃淡で。立体性も出しつつなわけだ、はい、はあはあ、なるほどね、はい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 、はい、そして最後お目目の部分です。この中にもね、はい、さっき言った光沢というかその白い部分をちょこっとこう残しながら黒く塗りつぶしてあげると、であとは、薄く描いてた部分が何箇所かあると思うんで、そうですね、そのあたりを濃くこう上から描いてあげると、はい、なぞっていけばいいんだ、はい、でこれで濃く塗り終わったらこれで完成でございます。なるほどね、はい、かけたかな、はい、かけましたかね、はい、そしたらマリさん完成したやつをカメラのみんなにちょっと見せてあげてください。はい、わかりました。はい、完成したのがこちらです。じゃじゃーん、あ、上ん見てください、リンゴミッキーです。あ、なるほどね、やっぱりバイダン優秀ですから、はい、そのピクサーの元にはねスティーブ・ジョブズもいたっていうことを知っての上でのアップルサインということで、そうなん、うん、そうしときますじゃアップルサインになったところでどうですか。いや、あのね、お耳のリンゴはともかくとして、なんかね、いやもう正直言うと自分の中で30点ぐらいなんですよ、ミッキーの完成度で言うと、うん、やっぱまだね、あの下手っぴだなって思うんですけど、はいはい、この、だって今、僕がチャチャ入れたからあれだけど、はい、10分ないぐらいでこれ、かけましたから、はい、これ素敵。で、僕のやつも一応出しておきますか。どっちあっちに出します？はい、こんな感じですね。ね、ま、僕も僕でね、うまくはないんですけど、決して。けどこれさ、やっぱ人出るね。はい、確かにね。ちょっと俺の方太ってるもんな。若干太ってるもんな。これいいよ。これね。これだから友達にもと、はい、遊べるし、カップルでも遊べるもんな、これで。これでね、はい。ぜひともこう一緒に見て、うん、こうあの、ミッキーとかね、書いてみたら、うん、こうよりね、こう、いろんな人たちと見せ合ったりしながら楽しめると思いますので。楽しい。はい。ぜひとも今後ね、いろいろ、うん、まあ、ミニーマウス、ドナルドダック、うん、まあ、スティッチとかいろいろなキャラクターにね、うん、こう挑戦していこうと思いますので、うん、よかったら皆さんも一緒に紙とペンを用意して、はい、楽しんでいただけたらなと思います、はい。それではまた明日の動画でお会いしましょう。また明日。This is...New iPhone ジョブス細くなったね。ニュー iPhone です。打ちづらいよ。出ます、ここにモニター。あ、出るんだ、出るんだ、出る式のやつです。出るし、こう書いたら文字入力できるんだ。そう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 、あ、いいですね、いいです、ニュー iPhone ジョブス、そうだったんだ。そうなんです、知らなかった、はい、おもろ程よいですね。